動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人の中であなたに対する感情は何が一番メインなのかというテーマで、今回はお相手の方が抱く感情ですね。あなたに対する感情は何が一番メインなのか。愛情なのか、友情なのか、偽りの愛なのか、それともただの付き合いなのかとかですね、どういったものが一番メインなのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しましてですね、今回も3択リーディングでやっていくんですが、まずはこちらのね、ティン社の音色をお聞きいただければと思います。ティン社の音色には場を浄化させる効果に加えまして、気持ちを落ち着ける効果もありますので、皆さんもね、ぜひ聞いていただければと思います。では本日も始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい。では早速参りたいと思います。選択肢は左から A、B、C となっております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、A のカードはこちらです。A は、お牛座の満月のカードになっています。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい。こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、乙女座の満月のカードです。はい。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、魚座の満月のカードになっております。はい。こちらが C になります。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それでは、どうぞ。はい。カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい。それではですね、まずはじめに、こちらのお牛座の満月のカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはですね、あの人の中にあるあなたへの感情は今何がメインなのかということで、愛情なのか、友情なのか、偽りの愛なのか、それともただの付き合いであなたと一緒にいるのかなどですね、まあどういった感情が一番メインなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなたとの関係に、まあ、これまでね、どういったことがあったのか、まあ、現在に至るまでどうだったのかっていうね、ところを見ていきます。そして、今、お相手の方に、あれですね、あなたへの感情は何が一番メインなのかっていうことと、それは今後変化していく可能性はあるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速リーディングを始めていくんですが、こちらのリーディングですね、全体に向けてのリーディングとなっておりますので、まあ、全ての方に当てはまるとは限りませんが、何かその中でも心に響いたことは受け取っていただいて、そうでないことに関しては聞き流していただければ幸いです。はい。リーディングの内容が皆様の今後の恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。はい。ではですね、見ていきたいと思います。はい。まずはですね、あなた様の恋、まあ、お相手の方との関係において、これまで何があったのか、どうだったのかっていうね、ことを表すカードです。はい。うん。はい。
なるほどですね。見ていくんですが、ちょっとね、この対立を表すカードであって、頑固さを表すカードが出ているので、お互いにね、自分を持っている二人なのかなと思います。で、自分の意見というものを譲るというよりかは、お互いちょっとこう、我があると言いますかね。自分を持っているが故にぶつかることが多くて、その度に、関係がね、ちょっとこう止まってしまうことはあったんだけれども、なんだろうかな、その喧嘩をするたびに、するほど仲がいいっていう言葉がありますけれども、喧嘩をしながらも、また仲直りして進んで、でもまたこう喧嘩した時に止まって、で仲直りして進んで、また喧嘩して止まって進んでみたいなね。なんかそういうですね、経緯を、歩んでこられたんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとね、このあたりそれぞれのカードを見ながらですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずは上のカードからです。全体をね、通して、これまでを見ていくわけなんですけれども、上のカードのこちらから見ていきたいと思います。ワンドの5というカードになります。このカードね、見ていただきますと、ロープのようなものをですね、反対方向に引っ張っている、譲り合っていない二人がいるわけで、これは対立とか衝突、あとは葛藤とかもね、表すカードになるんですが、このカードに加えて、同じくワンドのカードになりますが、ワンドのクイーンというカード、逆位置になっています。これはですね、もともと正位置の時は精神性の強さということを表すカードで、どんな状況においても屈しない。いわば諦めない心とか粘り強いね、心ということで、精神力の、タフさとかを表すカードになるんですけれども、逆位置になると、ちょっとこの精神的に強い部分が、行き過ぎてですね、頑固さとかですね、ちょっとこう強引さっていうことを表すカードになっています。で、その、いわば頑固さみたいなものが、お互いに、やったりするのかなと、ここはちょっと譲れないとかね、自分をなんかこう、崩したくないみたいなね。どちらも自分を確立していらっしゃるからこそ、対立する部分もあったのかなと。これが、どっちかがね、すぐ、折れたりだとか、譲歩していたりすると、するような人だったらば、そこまでね、こう、対立するってことは、もしかしたらなかったのかもしれないけれども、なんかそれを譲ってしまうのも、なんか違うんじゃないかっていう考えを、お互いに持っているからこそ、ぶつかり合うこともあったみたいなね。そういったカードが出ていて、で、結構ね、喧嘩とか、言い争いとか、揉め事といいますかね、そういったものが結構あったんじゃないかなと思うんですけれども、ペンタクルのクイーンというカード、これ逆位置になっています。このカードも、もともと正位置の時には育むということで、大切に大切にこう扱いながらですね、何かを育てていくっていう意味のカードになるんですが、逆位置になると、その育てていたものが、ちょっとこう、すべてが無に帰すような不安に駆られるとかね、その成長が止まるっていうカードになるんですね。だから、いい感じで進む時もあれば、そういう時に限って喧嘩しちゃって、こう止まって、で、またちょっとこう戻って、またこう良くなっていったら、良くなってきたらまた喧嘩してみたいなね。なんかそういう、一進一退っていうわけじゃないんですけれども、なんか、イメージとしたら、3歩進んで2歩下がるみたいな、なんかそういう感じで、関係っていうのが、これまで続いてきていたんじゃないかなと思います。前進だけではなくてね、ぶつかることによって止まったり、後退してしまうこともあったんじゃないかと。で、ここですね、ゴーイングフォワードっていうカードが出ています。これ前に進むということ、今お伝えしたような内容ですね。3歩進んで、2歩下がるの3歩の方だと思うんですね。だから、喧嘩をしていないときは、すごく関係は、良好。これ当然のことなのかもしれないけれども、喧嘩していないときはすごい仲が良かったりね、すごく、関係も育まれていっている感じはあるんだけれども、ちょっとしたことでね、やっぱこう譲らないところがあるお二人なのかなということで、喧嘩をしてしまって、その流れをちょっとこう止めてしまって、でもまだ仲直りして進んでいくみたいなね、そういったカードなんじゃないかなと、経緯だったんじゃないかなと思います。で、グラティティードっていうカードが出ていて、感謝の気持ちを表すカードで、だから喧嘩はしつつも、お互いに対するリスペクトっていうのはあるんじゃないかなと思います。ね、ここまで、喧嘩をしては来たけれども、ここまでなんかこう本音で向き合えた人っていうのは、お互いにとってこう初めてであったり、ここまで言い合えるのは、お互いのことをある程度やっぱこう認めているからだということで、そういった部分ではね、喧嘩をすることに感謝しているっていうわけではないんだけれども、なんかその喧嘩をしてでも、なんかこう言い合える、なんかこう対
対等なね、人に巡り会えたっていうことがすごく感謝の気持ちがある。これはあなただけではなくお相手の方にもあるというね、カードになっています。だからそのトータルで見たらね、やっぱこう喧嘩をしているその瞬間はもちろんね、あの怒りとか嫌な気持ちにはなるのかもしれないけれども、やっぱりここまでね、関係を続けてこれて良かったというような感情が出ているようで、アバンダンス。これはまあ豊かさっていうことを表すカードになっています。まあ一緒に出会えて、そしてこれまで関係を続けてこれたことで、まあ心が豊かになっている。ね、生活が豊かになっている。人生も豊かになっているっていうことで、まあその、ね、ぶつかることはあるけれども、それでもすごく、まあ仲良しというかね、まあここまでやってこれてよかったなって、なんかこの喧嘩が多いから、なんかこう出会ったこと自体をもうなんか後悔しているとは、また違う、お二人なんじゃないかなとは思います。はい。ではですね、その中で今お相手の方の中にあるあなたへの感情は何が一番ね、メインなのかっていうことを見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思います。なるほど。はい、今の状況が反映されたのかなと思うんですが見ていきたいと思います。もしかしたら直近で喧嘩されましたかね。なんかそれをですね、反映するような結果が出ている気がするんですね。というのは、そうだね。だから、まあ、ここの内容、まあ、これまで出た内容で言えば、まあ、感情としては、まず、ないものから言っていくと、偽りの愛であって、ただの付き合いであなたと向き合っていらっしゃるってことは、これはまずないと思います。で、友情なのか愛情なのかっていうと、これがちょっとね、難しい内容で、愛情だとは思うんだけれども、その、好き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 っていうラブの愛情というよりかは、なんかこう、人間愛みたいなね。そういったところになっているんじゃないかなと思います。単なる、まあ、その異性に向けた、まあ、同性もあるかもしれないですけれども、本当にラブっていうね、いう意味の、というか、もっと大きな人間愛っていうところなのかなと思うんですが、感情としてはね。ただ、まあ、直近で対立があったんじゃないかっていうのは、この Refusing to See っていうカードで、今見ることを拒んでいるっていうカードになっているんですね。なんかこう、あなたの方に目線を向けるっていうのを今、まあ、拒否していらっしゃる。なんか下を向いていたりだとか、ちょっとこう、何か気まずいことを起こして、まあ、目を合わせられないのかっていうね、いろいろあると思うんですけれども、これはおそらくその対立っていうのは最近あって、だからなんじゃないかなと思うんですね。だから、仲がいい時はちゃんとね、目を向けて、まあ目を合わせることができるんだけれども、ちょっとね、まあ直近で何か対立とか喧嘩とかがあったのかなということでね、今はまだ向き合えないっていうふうには思っていらっしゃる。だけれども、じゃあその向き合えないからといって、もう関係を終わらせようと思っているのかっていうと、そういうわけではなくて、レッドゴーオブストレス、ストレスを解消する、なくすっていうカードで、まあ今ね、まあ、ちょっとこう何か対立が起こったことから受けたストレスもあるし、本当はね、そんな形でね、こうギクシャクしたくないのに、まあなかなかこうね、気まずい状況のままお互いがこう今動けないということで、そこにもストレスっていうのが発生していると思うんですね。だからそういったこうストレスを感じるような状況を早く解消して、またね、こう仲直りしていきたいみたいなね。でもまだお互いになんかこうプライドがあってですね、歩み寄れないっていうそういう状況だから、まずそれをなくしたいっていうふうに思っているし、そういったね、カードが出ているので、だからこれというのはやっぱりこう、まあ、ぶつかりつつも離れないというのは本当にこう大きな愛、まあ、ラブっていうだけじゃなくて人間愛っていうところで繋がっているからだと思うんですね。で、ディサイドっていうのは、まあ、これは決断っていうカードになりますけれども、まあ、何か決断を下そうとは思っていらっしゃる。
まあこれはあなたから離れる決断とかではないと思います。うん、関係をまあいわば、なんだろうかな、まあもっともっと進めていくっていう決断も含まれてはいると思うんですが、まあ同じね、こう対立を繰り返してしまうってことで、何かをやっぱりね、自分たちが成長しなくちゃいけないということで、そういった自分を進化させる決断も含めて、まあ二人の関係が良くなっていく決断を下そうとは思っていらっしゃる。これもやっぱこう人間愛っていうのがあるから、ですね。うん、そういった決断も下していこうと思っていらっしゃったり、まあ、あとはね、あなたほどの、こうね、意見を交わせる人っていうのはね、おそらく今後も出会うことは、まあ、ないだろうということで、何かこうね、関係を固める決断を下そうとも思っていらっしゃるのかなと思うので、まあ、そういった意味では、やっぱりこうね、友情とはちょっと違うと思うんですね。まあ、まあ、愛情ではあると思うんですが、愛情の、その超えた、人間愛っていうところなのかなと思います。まあ、だから、あなたという人間がもう好きみたいな、そういう状態だと思います。はい。ではね、その感情というのは今後変わる可能性はあるのかということで、次のカードを見ていきたいと思います。はい、ではね、その感情変わることあるのか、はい、ではね、こちらのカードが出ているんですが、変わることはないと思います。このカード、ハブフェイスっていうカード、信念を持ち続けるっていうカードになっている通り、今お相手の方が抱いているその信念ですね。あなたとの関係における信念。まあ、人間として、愛しているし、人間として愛していこうという信念っていうのは、これからも持ち続けていかれるというカードが出ているので、この気持ちっていうのは変わらない。ただ、今はその喧嘩によって起こっている、まあ、気まずさっていうのを払拭したいとは思っていらっしゃるんですが、その払拭した後にまたね、こう、あなたを、またこう全体をね、愛していけるようになっていきたいし、その気持ちは変えたくないっていうね、持ち続けていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあそういったカードはこちらになっています。で、あとはね、ワンドの2というカード、これが先ほどの決断に関わってくるのかなと思うんですが、このカードはですね、目標を設定するという意味のカードで、まああなたとの関係において何か新たな目標を立てようと思っていらっしゃるようです。それは、今までとの関係から変わる目標であったりだとか、先に進む目標であったりとか、まあ、これ上を見ているっていうことで、良くなるための目標ですね。それをこう設定しようとしていらっしゃっていて、今度はそこを目指すために、まあね、まあ些細なことでもぶつかってはいられないということで、もう少しこう自分自身をね、心を大きくしていこうというふうにも思ってはいらっしゃるのかなということで、まあ今までこう目指していなかった、もっと大きなものを目指していきたいっていうふうに思っているということからも、まあ愛する気持ちっていうのはこれからも持ち続けていかれるのかなと思いますので、まあこの感情っていうのは変わってはいかないのかなと、いい意味でね、変わらずに持ち続けていかれるんじゃないかなという結果が出ておりました。はい、ということで、ですね、最後こちらの選択肢のカードであなたへのメッセージです。お牛座の満月のカードはデトキスファイというカードで、これはね、デトックス、まあ、いわば毒素を出す、毒を出すっていうカードになっています。うん、で、あなた自身に向けたメッセージということなので、あなたの中に毒が溜まっているっていうね、ちょっと表現は失礼かもしれないですけれども、これはどういったことなのかっていうと、いわばあなたをネガティブにさせるものが今溜まりすぎていますよ。だからそれを排出していきましょうっていうカードになります。例えばあなたをね、ネガティブにしているもの、ストレスもそうだし、悩みもそうだし、不安とか焦りとか、あとは何だろうかな、自分を信じれない心とかですね。うん。まあ、自分だけじゃないですね、信じれない心っていうのもネガティブにしていると思うので、そういったものを手放したり排除していきましょうっていうカードになります。じゃないとうまくいくはずの人間関係も、これ毒素をね、溜め込んだままだったらうまくいかなくなってしまうし、それがもしかしたらお相手の方との関係において、まあ何かを邪魔をしていたのかもしれませんので、まずはね、まあ、お相手の方との関係の修復っていうのもそうなんだけれども、自分の内側をね、すごくこう綺麗にしていく、まあいわば負の感情というものを排出していくっていうことをすればですね、またお相手の方とね、このゴーイングフォワードっていうのもありました通り、また前にね、進んでいける。まあ今度はね、まあ今までが3歩進んで2歩下がるだったら3歩進んで1歩下がるとか、3歩だけ進み続けるとかね、まあそういった形に変わっていけるのかなと思いますので、この毒素をね、出すようにしていただけたらなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていくと、ちょっとね、画面から外れていますけれども、こちらですね、今回は梅雨の時期に
におすすめのスポットは皆さんありますかということで、まあもうすぐね、梅雨の季節になりそうなんですけれども、梅雨の季節はね、個人的にあんまり好きじゃないんですけれども、梅雨の時期だからこそね、なんかこう、行くと楽しいスポットとかね、あったりするのかなということで今回書かせていただいたんですが、私の方でちょっと調べてみるとですね、地元の京都ではですね、アジサイ寺というね、呼ばれている三室戸寺、あの三に、あの南室の室に、あと扉の塔に寺で、三室戸寺っていうところがアジサイ寺ということで有名なね、まあアジサイで有名なお寺が京都にあるみたいなんですけれども、いつかね、そこに行ってみたいなというふうにね、思って、いるんですが、皆さんは、この梅雨の時期に、まあ行くのにおすすめのスポットなどね、何かありますでしょうか。まあ工場見学とかもいいかもしれないですね。何かおすすめのスポットですね、ありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。その他現在ね、ツイッターもやっておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、男性のこういった行動に対する対処法はなどですね、そういった部分もね、メインで発信しておりますので、よかったらこちらも概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいて、まあ、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの乙女座の満月のカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あの人の中であなたに対する感情は何が一番メインなのかというテーマで、まあ、お相手の方の中に占める感情ですね、そのメインの部分を、ものをですね、見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方との関係が、まあ、これまでどうだったのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。そしてですね、次に、お相手の方の中でですね、一番を占めている感情は何なのか、それは愛情なのか、友情なのか、それともね、偽りの愛であったり、ただの付き合いで向き合っていらっしゃるのかっていうのを見ていき、最後はね、その気持ちというのが今後変わるのかどうかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速リーディングを行っていきますが、こちらのリーディングですね、全体に向けてのリーディングとなっているので、まあ、全ての方に当てはまるとは限りませんが、何かその中でも心に響くことは受け取っていただいて、そうでないことに関しては聞き流していただければ幸いです。はい。今、地域のですね、お祭りが行われているので、ちょっと太鼓の音色が入っているかもしれないですが、申し訳ないです。はい。はい。ではですね、見ていきたいと思います。上のカードと下のカード合わせてですね、お相手の方の関係ですね、あなたの今の恋がどういう状況なのか、まあ、これまでがどうだったのかっていうのを見ていきます。ちょっとね、今、地元のですね、お祭りが行われている影響で、まあ、太鼓のね、音などが入っているかもしれないですけれども、申し訳ございません。はい、ではですね、早速見ていくんですが、うん。そうですね、うん。お相手の方との関係において何かを手放したことによってカオスがヒーリング。まあ、いわば混沌とした状況が何かこう癒されたりだとか、なんか行き詰まっていた状況から抜け出せたみたいな形で、この手放したっていうことがすごく、まあ、
ターニングポイントになっているんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、このあたり見ていくんですが、まずここですね、ソードの8というカードが出ました。このカードはですね、この剣に囲まれているっていう状況から、八方塞がりとか四面楚歌、あるいは身動きが取れない状況、制限、制約のある状態っていうことを表すカードで、もともとあなた様とお相手の方との関係っていうのが、そういったこう制限付きのというかね、制限のある、まあ、恋だったのかもしれません。ですが今回出ていたのはこれ逆位置になっているということで、その制限が解除されたり、なんかこう自由に動けるようになったり、何かから解放されたっていうカードになっているんですね。まあ、制限制約から。で、それのきっかけになったのがこのリリースっていうところなんじゃないかなと思うんですね。何かを手放したり、何かをからは自分が離れた、例えば執着を手放したりだとか、なんかこだわっていたものを手放したりだとか、一度もしかしたら関係を解消したことでうまく生き出したりだとか、距離を置いてからうまく生き出したりだとか、何かしらこだわっていたものをですね、を手放したことでうまくいくような流れになってきたんじゃないかなというのは全体を通して言えるんですね。だからまだちょっとこう行き詰まりを感じていらっしゃる方とするならば、この手放すっていうことが今からお伝えしていくような状況の好転っていうものをもたらしたりもするのかなと思うので、ちょっと行き詰まっていらっしゃる方っていうのはこの手放すっていうことを、まあちょっとこうキーワードとしてね覚えていただくと良いかなと思います。次のこのカードもそうなんですが、ヒーリングカオスっていうカードで、カオスっていうのは混乱混沌とした状況を表すカードで、それがこう癒されていく、まあここでは竜巻がね描かれていますけれども、竜巻がこうね、地面をこうかき乱すことによって混乱した状況が作り出されているっていうカードなんですが、癒されるっていうことでこの竜巻が過ぎ去るっていうことなんですね。で、これもだからまあお相手の方との状況が何かしら混乱するような状況だったんじゃないかなと思います。うまくいこうとしているのになかなかうまくいかなかったり、なかなか気持ちを見せてくれなくて、どうしたらいいのかっていうのはあなたが動けずにいたりだとか、いろんな混乱している状況っていうのはあると思うんですが、これが手放したことによって癒されていったっていうね、うん、だからそういう状況になっているんじゃないかなと。で、もう一つこのグレイスっていうカードも出ていて、これ優雅っていうカードになります。白鳥が湖を優雅に泳いでるように、二人が優雅に過ごせるようになった。まあ、どこかこう、心の ゆとりをね、持って接することができるようになってきたんじゃないかなと。これも何かこだわっていたものを手放すことによって。うん、諦めるっていうのとはまた違ってですね、手放すっていうことがすごくポイントなんだと思うので、何かちょっとこうね、必要にこだわりすぎていたのかもしれません。それによって視野が狭くなったり、大事なものを見失ってしまっているっていうことが、関係がうまくいかない流れを作ってしまっていたのかもしれないので、この手放したっていうことがすごくね、優雅な流れっていうものを作り出しているんじゃないかなと。そしてこちらのカード、ペンタクルの3というカードですねが出ております。このカードも物事の進歩進化っていうことで、物事が順調に進み出すっていうカードになっている通り、これもやはり手放すっていうことをしたことで物事が進み出す、いわばお相手の方との関係が進み出すっていうことを表すカードになっています。ですので、まだ進んでいないっていう方であれば、何かを手放すっていうことをした方がいいかもしれません。こうならなくちゃいけないんだっていう自分の中での常識があなたの恋を邪魔しているのかもしれないし、なんとかこうならなきゃいけないっていう固定概念みたいなものを手放していくっていうことが、よりスムーズなね、お相手の方との関係の流れっていうのを作るっていうことを暗示しているカードでもありますので、これもね、参考にしていただければなと思います。そしてペンタクルの8っていうカードは、まあこれはね、コツコツと積み上げていく、目の前のことに一生懸命に取り組むということで、まあ2人がね、その関係の向上に向けてですね、やらなくてはいけないことを取り組み続けてきたということで、まあお二人ともね、真面目なお二人なのかなと思います。何か任されたことは手を抜くような方ではないからこそ、まあね、コツコツと励む努力をね、発揮した時にはそれで二重によってね、大きなものが積み上げられていくっていうことなので、うん、関係はね、進めようとお互い努力をしていたんだけど、どこか行き詰まったところがあった。けれども、その行き詰まったところを抜け出したきっかけとなったのが、この手放すっていうね、ことだったのかなっていうことで、まあ何か本当にここが、まあ、キーポイントになってきているのかなと思います。はい。では、そういった状況の中で、お相手の方がですね、あなたに対して抱いている感情が一体何なのか、それは愛情なのか、友情なのか、偽りの愛なのか、はたまた、お相手の方ですね、なんかこう、ただのお付き合いでね、あなたと付き合っていただけなのかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。
ではですね、お相手の方の中にあるあなたへの感情は何が一番メインなのかということを見ていきます。うん、はい、ウォーター、癒すというカード、ディフィニトリーイエスというカード、オープンアップ、ではですね、見ていくんですが、これはね、後に発展していく可能性はあるのかなと思うんですけれども、今の時点で一番メインなのは、まあ、いわば友情と言いましょうか、仲間意識っていうところがあるのかなと。なんかこう、共に今を乗り越えていくパートナーとしての意識。それが、まあ、恋人っていう関係では、恋愛感情だとは思うんですけれども、それは恋愛感情になっていくのは、本格的なね、その今二人の目の前にあるものを乗り越えることができたら、心を開いて愛情にしていこうというふうに思っていらっしゃる。だから今の時点ではまだ友情とか仲間意識、パートナーへの愛みたいなね。まあパートナーへの愛というと、まあ愛情に聞こえますね。だから、まあ、いわば、これ相方っていうのもちょっと表現違いますけども、まあ、やっぱりこう仲間意識とか友情という部分が強いのかなと思います。うん。なのでちょっとお伝えしていくと、ウォーターというカードが出ていて、これ水飲み場でですね、この身を寄せ合っている二人がいる通り、この水飲み場っていうのは、まあ、水分補給するところで、水分補給っていうのは、いわば体を回復させる、何かこう癒し合うっていうね、カードになっている通り、まあ、だから、こう、疲れた時とか苦しい時とか困難な時に、お互いにこう励まし合う、今はそういったこう、切磋琢磨する仲間というかね、まあ、いわば、ただの友達ではないと思います。いわば親友に近いものだと思うので、うん、そういった他の人とは違う、特別な関係ではあるんだけれども、愛情というところにはではまだ発展させていかないようにしていらっしゃる。なぜならば、今愛情に発展してしまうと、それぞれが今乗り越えなくちゃいけないことを乗り越えるのに、ちょっとこう妨げになってしまうんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃると思うので、愛情というところではなく、まあ愛情のギリギリ一歩手前の友情みたいなところにしていらっしゃるのかなと思います。ですが、今後心を開いて、これオープンアップっていうのが出ているんですけれども、この制限、ね、抑え込んでいるものをこう開いて愛情に発展させていこうというふうには思っていらっしゃるわけなんですね。だから今は友情かもしれないけど、後に愛情へと発展させていこうというお気持ちではいらっしゃるっていうことから、愛情ギリギリのこの友情みたいなところでお伝えさせていただきました。で、もう一つこのディフィニトリーイエスっていうカードなんですけども、絶対的にイエスということで、友情を愛情にさせていくつもりではいらっしゃるようです。それに関してはイエスかノーかで言うと、もう絶対的にイエスということなので、はっきりとはいというふうに思っていらっしゃるようです。いわば、二人が今乗り越えなくちゃいけないものを乗り越えたら愛情にしていくっていうことは、もう自分との約束、まあ、あとはあなたとの約束っていうことなのかもしれないけれども、そこはもう明確に愛情として、あなたを思い続けていくよっていうふうには思っていらっしゃる。けれども、その乗り越えるまで苦しいね、この状況のまでは、愛情というものが逆にね、試練を乗り越えるのに、ちょっとこうね、邪魔となってしまう可能性があるから、まあ方向性がね、違ってしまう、なんだろうかな、まあ邪魔になってるっていうことがね、まあ一番近いのかなと思うんですけれども、まあ集中がね、できなくなってしまうっていうことから、まあ友情に留めていらっしゃると思うんですが、その先は、まあしっかりと考えているというような、まあそういう感情がメインのようです。はい。ではね、まあここでも出ておりましたけれども、この感情というのは今後ね、変化するのかどうかっていうのを最後見ていきたいと思います。はい。まあ、オープンアップっていうのが出ていたのでね、まあ、変化する可能性というのはね、高いのかなと思うんですけれども。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、この感情というのは今後変化するのか、
あ、変化するっていうのが出ましたね。ワールドっていうカードと、エクスプレスラブするギフツっていうカードで、まあ、ギフトを通じて愛を表現するということで、まあ、それがこのオープンアップのタイミングなのかなとは思います。まずはこのワールドっていうカードから見ていきますが、ワールドっていうのは世界というカードがで、になっているんですが、世界というのは何かを完成させるとかですね、統合させるとか、願望を成就させる。まあ、いわば最終地点までね、しっかりとたどり着くっていうことを表すカードになっています。うん、そのことからいわば今ね、愛情の一歩手前の友情までにしているというのは、これはここがゴールっていうわけではない。しっかりと愛情というところまで発展させていって、あなたと愛し合う関係になることをお相手の方としてはゴールと定めていらっしゃる中で、まだ今はそれは途中経過であると。で、その今自分たちの目の前に、現れたその試練というのを乗り越えたら、愛情というものに発展させていって二人の関係を完成させていきたいというふうに思っていらっしゃるということから、この気持ちっていうのはいい意味でのこの変化っていうのは今後ねしていくつもりではいらっしゃるようです。で、実際にその愛情のを示してくれているタイミングとして、まあ分かりやすいものがあるのかなっていうのがこちらで、エクスプレスラブするギフツっていうのは、この贈り物、ギフトを通じてあなたに対して愛情を示してくれる。もちろん言葉でもあるのかもしれませんが、もしかしたらお相手の方口下手で言葉で伝えるというのは苦手な方なのかもしれません。だからこそ何か自分の気持ちが伝わるような贈り物と一緒に自分のあなたに対する愛情を表現しようというふうに、お考えのようです。これはお相手の方が あなたとのですね、恋愛に集中できるようになったよっていうね、そのサインでもあるのかなと思うので、このタイミングで二人の愛というのがまた本格的に進んでいくようになるのかなということで、後にですね、まあ、いわば未来においてあなたに対して、ですね、愛し合う関係になっていこうというような気持ち、まあ、その計画っていうのは、まあ、お相手の方の中ではですね、描いていらっしゃるようなので、だからここをしっかりとスタートを切れるため、今は愛情というものにするんじゃなくて、まあ、友情に留めておいてやらなくちゃいけないことに集中していらっしゃる、まあ、そういったね、お気持ちの、まあ、言えばコントロールをしていらっしゃるというような状態なのかなとは思います。はい、はい、ということで、ここまで見させていただきましたが、最後こちらについて見ていくと、こちらですね、乙女座のですね、満月のカード、こちらはね、あなたへのメッセージとして、送らせていただくんですが、このカードのメッセージは Take Inspired Action というカードで、転移を受けた行動を取りましょうというカードになっています。転移を受けたっていうのは、いわば直感に従った行動を取っていってくださいと。この直感っていうのは、いわば神様があなたにね、送ってくれた合図なわけですね。ヒントでやったり答えを授けてくれて、あなたがその直感でそれを授かった、受け取ったわけですね。だからその自分の中に湧き起こった直感を信じて動いてください。特に迷った時ほど自分の直感を信じてくださいね。誰かにこう言われたから、誰かがこう言ってるからっていうことで、直感はこう思ってるのに違う方向に進んでしまうと、あなたの望んでる方向には進めなくなってしまいます。そういった誰かからの意見と自分の直感が出ている時には、自分の直感を信じて進まれていった方が、あなたの望んでいるものを手にすることができたり、現実を変えることにつながっていく、そういったね、メッセージを持つカードになっているので、困った時こそ自分に聞くっていうことですね。直感を信じて動いていただければなというふうに思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ね、こちらについてお話ししていくと、今回はですね、梅雨の時期におすすめのスポットはということでね、まあ、もうすぐ、まあ、梅雨の季節に入ろうとしているわけなんですが、まあ個人的にはね、ちょっとあまり、梅雨の時期っていうのはね、好きではないんですけれども、皆さん梅雨の時期に、ですね、おすすめのスポットとかはご存知でしょうか。私のね、地元であります、まあ、京都ではですね、三室戸寺っていうね、まあ山にですね、あの南室の室に、扉の塔に寺ってね、三室戸寺っていうところがですね、紫陽花寺としてね、有名なところなようで、そこがですね、まあ結構梅雨の時期、まあ雨が止んでいたらね、一番いいと思うんですけれども、紫陽花がね、すごく綺麗に咲いているようなので、いつか行ってみたいなというふうに思っているんですが、皆さんの中での梅雨の時期のおすすめスポットというのはどこかありますでしょうか。あったらですね、ぜひコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりますが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、男性のこういった行動に対する対処法はなどですね、まあ、そういった部分をメインに発
信しておりますので、よかったらこちらもですね、ご確認いただけると嬉しいです。概要欄にね、詳細記しておりますので、チェックして、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのですね、魚座の満月のカード、もしくはですね、Cをお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あの人の中であなたへの感情は何が一番メインなのかというテーマで、まあ、お相手の方が抱く感情ですね、その一番メインなもの、まあ愛情なのか友情なのか、それとも偽りの愛なのか、それとも、ただ、付き合いでね、あなたと一緒にいるだけなのかっていう部分をですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とのまあこれまで、まああなた様のですね、今の恋のまあこれまでがどうだったのかっていうのを見ていきます。そしてですね、次にお相手の方の中にあるあなたへの感情は一番何がメインなのかっていうことと、最後にその感情は今後変わることはあるのかっていうのもですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速リーディングをしていきますが、こちらのリーディングですね、全体に向けてのリーディングとなっているので、すべての方に当てはまるとは限りませんが。何かその中でも心に響いたことは受け取っていただいて、そうでないことに関しては聞き流していただければ幸いです。はい、リーディングの内容が少しでも皆様のですね、今後の恋愛や人生のヒントやアドバイスになることを祈っております。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、ですね、まずは、ですね、あなた様の今の恋のこれまでということで、お相手の方との関係がこれまでどうだったのかということを表すカード、全体を通して見ていきます。なるほど。はい。はい。では、見ていくんですが、幸せを表すカードと、まあ、終わりを表す死神のカードが同時に出たっていうことで、ちょっと異様な組み合わせなのかなというふうに思います。うん。なんかね、もしかしたらそのあなたに対して何の理由もなく離れていったり、関係を終わらせようとしたり、あるいは、音信不通になったりみたいなですね、そういったことが、もしかしたら今まさに発生しているのかなというふうにも思います。うん。で、下手に追いかけられないっていうカードも出ているんですね。うん。なので、まあ、ちょっとこのあたりそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。まずはね、こちらのカードからちょっと見させてください。カップの10というカードが出ました。これはですね、愛する人との幸せな暮らしということで、幸せの象徴であります虹をですね、まあ、お互いに一緒にこう眺めているっていうことから、愛する人と、まあ、そしてま、家族がね、いる場合もあるのかもしれないですけども、まあ、一緒にね、こう幸せな時間を過ごしているということで、まあ、あなた様とお相手の方というのは、まあ、一緒にね、こう同じ幸せを共有していたようなね、時代があった時期があったんじゃないかなと思うんですが、そこから先ほども見ましたけれども、こちらのね、死神というカードが出ているんですが、まあ、このカードに関しては限界を感じるとかですね、限界を感じたものを終わらせる、断ち切るという意味のカードになっています。あるいは手放す、諦めるっていうこともね、含まれてはいるんですけれども、
だからその通り、まあ、すごく幸せな時代から、なんかこう、一転してね、急にお相手の方があなたとの関係を終わらせに来たりだとか、離れたがってきたりだとか、音信不通になって何も言ってくれなくなったりだとか、まあ、いわば事実上のなんか終わりみたいなものをね、あなたとしては突きつけられたような出来事とか振る舞いをしていらっしゃるんじゃないかなと。だから、もうなんかこう、急な落差すぎて、ちょっとこう、理解が追いつかないみたいな、そういう状況になっているんじゃないかなと。そしてこちらのペンタクルの9というカード、これ逆位置になっています。これ逆位置になりますと、無理やり何かを進めようとして失敗するということであったり、まあ、追いかければ追いかけるほどですね、何かが滅びてしまうということで、だから本当はね、お相手の方が何があったのかとかね、ちゃんと理由を説明してほしいということで、あなたとしてはお相手の方を追いかけたいんだけども、追いかけるのも良くないのかもっていうような予感もしていて、あなたとしてはもう何も、まあ、動けない状態、まあ、動かない方がいいのかなという思いの中で動けない状態で、ちょっとこう立ち往生しているというか、いや、これな、何が本当なの、もしかしてこれ夢なのみたいな、なんか本当にそれぐらい、こう、現実と思いたくないぐらいの、なんかこう、一点ぶりがですね、状況がこうガラッとこう変わったものっていうのが、あったんじゃないかなと思います。で、あとはですね、このボイージっていうカードと、まあ、後ほど見ていくアドベンチャーというカードも見て、いくんですが、このボイージっていうのは、まあ、航海、まあ、海を渡るっていう方の航海で、広い海をですね、まあ、ちょっとこう遠近感ありますけれども、同じ方向を向いた、まあ、クジラがね、こう、海を渡っている通り、この先も、いわばこの広い海っていうのは人生を表しています。まだまだこの先ある人生を、共にね、同じ方向を向いて進んでいこうね、みたいな、なんかそういう、まあ、未来の約束っていうわけではないけれども、これからも一緒にいようねとかね、なんかそういったことを、まあ、お相手の方も言っていたり、まあ、あるいはあなたから言った時に、そうだね、みたいな感じでね、その思いは一致していたというようなね、カードになっているんですが、でもここが発生した、みたいなね。で、こちらのカードもそうなんですが、アドベンチャー、これも冒険っていうカードになるんですけれども、まあ、これからも、ここは海でしたけれどもね、ここはまあ大地になっているわけなんですが、これからも、まあ、いわば人生という冒険をね、共に、歩んでいこうねっていうことで、まあ、要は似たようなカードですね。だからこれから先も一緒にね、歩んでいこうね。しかもその歩んでいった先に日が昇ろうとしているので、明るい未来をね、お互いにこう話し合っていたんじゃないかなと。例えば一緒に暮らそうねとかね、こういったことをしていこうねとかね、まあ、いずれ結婚しようねとか、子供を作ろうねとか、家庭を持とうねとか、いろいろなんかこうね、そのお相手の方に合わせた内容にはなってくるのかなと思うんですけれども、なんかそういった形でこれからも関係が続いていくだろうなっていうふうにあなたも思っていただろうし、そのようなことをお相手の方も、まあ、振る舞っているというか、おっしゃっていたりね、そういったこう、素振りが見受けられていたんじゃないかなと思います。エンライトメントっていうカードも、これは変化変容の時期ということで、お相手の方との関係が良い方向に変わろうとしていた。その矢先に、ここ、突然のね、何かこう、終わりであったり、あなたを手放すようなことをお相手の方がされて、一体何があったのと、ね、もしかしたら自分の何かがいけなかったのかな、なんかこう、何気ない一言がすごく気に触っちゃったのかなとかね、傷つけちゃったのかなとかね、なんかそういうことをもう考えても、なんかこう、思い当たる節がないぐらい、なんか突然の変化っていうのが起こってしまって、どうしたらいいのっていうようなね、そういうちょっとこう、あなたとしては困惑させられているような、状況なんじゃないかなと思うんですね。では、その中で今お相手の方の中に占める、まあ、あなたへの感情というのは何がね、一番まあメインなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、お相手の方の中にあるあなたへの感情は一番何がメインなのか見ていきます。
はい、育む育てるっていうカードと It's okay to be different っていうカード、違っていても大丈夫というカード、 Relax everything is okay というカードで、全ては OK だよと、まあリラックスしていてねっていうカードの通り、そうですね、まあこれまでの内容とここの内容を合わせるならば、すべてがうまくいくよ、落ち着いていてねっていうことを伝えている。このメッセージはどこかこう、また帰ってくるようなことを示しているようなカードな気がするんですね。だからそこにはやっぱり愛情があるから、こそだと思うので、だから締めている感情としては愛情なのかなと思うんですが、どうでしょうね。でもその愛情を持つあなたに対してちょっとこう裏切るようなことをしてしまった。でもそれぐらいなんかこう背に腹を変えられない状況だったのかもしれません。そのやり方はね、もちろんあなたに対してはちょっとこう良くなかった。まあもしかしたら不誠実なやり方だったのかもしれないけれども、それぐらいの何かこう追い込まれる事態が発生したんだなっていうのは考えられますけれども、まあここはあなたへの感情というところになりますので、そこに関しては、愛情なのかなと思います。友情とか、偽りの愛とかではなくてね。だからこの幸せをね、感じていた時に、例えばあなたに言っていたこの未来の約束っていうのも、別にそんな気がなかったのに言っていたっていう偽りの愛ではなくて、全てがうまくいくよっていうことを思っているってことは、本当に、まあ、いわば本心でおっしゃっていたんじゃないかなと思うので、お伝えしていくと、リラックス、everything is okay ということで、リラックスしていてね。まあ、これはだからあなたに向けたお相手の方の言葉なんだと思います。全てはうまくいくよっていうことで、今はね、あなたに不安を与えてしまっていたり、寂しい思いをねさせてしまっているかもしれないけれども、いずれちゃんと戻ってきて全てがうまくいくようにするからっていうね、それまでちょっとこう落ち着いて待っていてねということで、とはいえね、それをこういきなりされたあなたからしたら、落ち着いてねっていうふうに言われても落ち着けない状況だと思うんですね。落ち着いてほしいんだったらばちゃんと説明してよっていうふうにね思うかもしれないんだけれども、どこかそこは話したくないような事情が発生したのかもしれません。あなたでさえも話したくないような事情が発生した。例えばすごくプライベートな問題であるとか、あなたには見せたくない弱みの部分であったりだとか、まあそういったものが関係しているんじゃないかなと思うんですね。だからまあちょっとこう今はね、まあ辛い思いをさせているけれども、絶対に、ね、未来においてはうまくね、進めるようにするから、まあリラックスしていてねっていうね。まあこれは心のメッセージになっているのかなと思います。はい。そして、こちらですね、これはまあ育てる、育むっていうカードで、まあだからこのリラックスして、まああなたをもう一度迎えに来た時に、あなたとの関係をまた育てていきたいっていうふうに思っていらっしゃるということで、まあこれもまあ愛情があるからこそ戻ってくるんだと思います。友情というぐらいのレベルではなく、もう愛情までいってるからこそ、また戻って育てていきたいっていうふうに思ってはいらっしゃるのかなと思うので、まあやっぱり一番ね、を占めているのは愛情なのかなと思います。そしてこちらの It's okay to be different っていうカード。まあ、違っていても大丈夫っていうカードで、なのかな、まあ、こう、まあ、お互いのね、こう、個性を認め合うとか、理解し合うっていう意味のカードなんですけれども、まあ、ちょっとね、様子がおかしいと。ね、思うと思うんですね。今のお相手の方を見て、なんか様子がおかしいなって、これはあなたは感じられたと思います。そんなことをする人じゃなかったのに、なぜこんなことをしてしまったのか、なんか様子がおかしいなって思ったと思うんですけれども、それもね、まあ、いつもと違う自分を見せてしまっていたなっていうのはお相手の方もなんとなくはね、感じていらっしゃると思うんですね。離れている間も。だけれども、そこまで心配しなくて大丈夫だよっていう、まあ、どこかね、ちょっとこう、あなたに対して自分を心配しないで大丈夫だよっていうことを伝えているようなメッセージなのかなと思うので、まあ、ちょっとこう、不安にさせては申し訳ないけれども、そこまでね、心配しなくて大丈夫みたいなね。なんかこう、まあ、結構ね、お相手の方は辛い状況でも大丈夫大丈夫って言ってね、あまりこう人に心配されるのが、まあ、好きじゃないっていうよりかは、なんかその気を使われるっていうのがちょっとね、すごく、あまりされたくないことだからこそ、まあ、本当は辛いのに大丈夫大丈夫みたいな感じで強がる方だと思うんですね。だからその一環だと思います、このカードはね。だけどま、結構、ね、まあ、大丈夫とは本人は言っているけれども、結構この、ね、あなたをま、裏切るような、
行動を取るぐらい、まあ結構緊急性が高かったりだとか、ちょっとこうね、過酷な状況にはいらっしゃるのかなと思うので、まあ、大丈夫大丈夫っていうね、こう、そういったね、辛くても大丈夫大丈夫っていうふうに言う人っていうのは、この、なんかこう自分の、なんだろうかな、プライバシースペースみたいなところに入ってこられたくない人だと思うので、だからこそ、まあ無理に追いかけない方がいいっていうカードも出ていたんだと思うので、まあ大丈夫大丈夫って言ってはね、いらっしゃると思うんですが、まあ心配にはなると思うんですね。だけどもそこで追いかけてあげる、追いかけるっていうのが、いいっていうわけじゃなく、まあリラックスして待っていてほしいっていうのが望みだと思いますし、その方がお相手の方も帰ってくるっていう風なね、気持ちのままでいれると思うので、ちょっとご心配ではあると思うんですが、まあ、お相手の方にね、一番占めている感情は愛情なのかなとは思いますので、まあ、ちょっとね、こう、陰ながらですね、今はお相手の方の、まあ、何かこう、成功であったり、無事をね、祈るっていうことが、大切にはなってくるんじゃないかなと思います。はい。ではね、未来において、ですね、この感情っていうのは、後に変化するのかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきます。はい、ではね、見ていくんですが、鳳凰というカードと、ここはですね、Take a Chance on Love という愛のチャンスをつかむというカードで、この愛情という感情に関しては、これは変わらないというカードが出ています。まずね、こちらの鳳凰というカードになりますが、鳳凰というのは人として正しい道を解くということで、正しい選択、正しい判断をしているとか、自分の決断に後悔はないっていうカードになっていて、あなたのことを愛しているっていうことに関しては全くの後悔はないし、自分にとってようやくね、こう正しい人を見つけられた、その人を愛することができているっていうことで、何の迷いも、まあ悔いもないわけですね。だから、まあそういった意味でも、まあ今後においてですね、お相手の方があなたに対して愛するという気持ちを持つっていうことは、これは変わらず続いていくことなのかなということを伝えてくれています。そして、ですね、Take a Chance on Love っていうのは、二人で同じね、まあ船に乗って、そして波に乗ってですね、前に進んでいるように、またね、あなたと同じこの船、まあ言えばこれは恋が始められるような状況だと思うんですけれども、船に乗れるようになったらまた進めていきたい。これは育てていくっていうカードにもありましたけれども、やっぱりその思いっていうのは、あるようなので、まあ今はね、そのあなたとの愛を進めるチャンスをつかむために、ちょっとね、あなたに対してはまあ強引な形で距離を取ってはいらっしゃるのかもしれないですが、それをうまく対処することができれば、また進めていこうというふうには思っていらっしゃるのかなというのがありますので、まああとはラブっていうね、言葉の入ったカードでもありますので、愛する気持ちっていうのはこれからもね、変わらず持ち続けていかれるのかなと思います。はい。そして最後選択肢のカードです。こちらはですね、魚座の、満月のカードになります。けども、フォギブ、まあこれは許すというカードになっています。まあ今回のね、まあ内容的にもこの許すっていうのもすごくキーワードになってくるのかなと思うんですが、今ね、まあお相手の方がまあだいぶね、ちょっとこうまああなたの信用を損なうようなことであったりね、ちょっとこう不誠実なことをね、もしかしたらしていらっしゃるかもしれません。でもね、それを許す、まあ単にね、これ許すっていうわけじゃなくて。まあいろんなこう事情があったんだろうなっていうことで理解をしてみるっていうね。まあこれも一つこう許すっていうことにはなるのかなと。怒りに狂っているだけでは何もね、本質が見えてこなかったり、お相手の方のことをね、こう迎え入れられるような状況にはならなかったりもするので、まあ怒りっていうのもね、込み上げては、来るね、そういった行動を取った方もいるかもしれないですけれども、まあ怒りだけではやっぱりこうね、前に進めない。まあ許すっていうね、許す気持ちを持つっていうことも大事になってくるよっていうカードになりますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は梅雨の時期に、まあおすすめのスポットはということで、まあこれからね、まあ梅雨の時期に入っていこうとしているんですけれども、まあ個人的にね、あまりこう梅雨の時期は好きではないんですけれども、皆さん梅雨の時期におすすめのスポットというのはご存知でしょうか。ぜひね、何かあったらコメント欄で教えていただきたいんですが、私の地元であります、京都ではですね、まあちょっと調べてみたんですけれども、三室戸寺。っていうね、関数字の3に、南室の室ですね、南郷室とかの室ですね、に、戸、扉の戸、そして、寺ですね、三室戸寺っていうところが、まあ、紫陽花
寺というぐらいですね。まあなんかこう、アジサイがすごく有名なお寺のようでですね。まあいつか私も行ってみたいなというふうに思っているんですけれども、まあそこがね、まあ雨が降っていないのが一番理想だとは思うんですけれども、まあ梅雨の時期にはね、おすすめの観光スポットのようなので、ぜひね、行く機会があったらですね、皆さん行ってみていただけたらなと思うんですが、皆さんのね、おすすめスポットも何かあったら、ぜひね、教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりますが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は、この動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在ツイッターもやっておりまして、ツイッターで男性のこういった行動に対する対処法であったり、あとはですね、まあ男性心理などもですね、メインに発信しておりますので、よかったらこちらもですね、概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。